朝ごはん、もうすぐできるから待っててね。もうちょっとでできるから、お茶碗とか用意して待っててくれる？締め切りだったけど、二人のクラスはもう決まってる。締め切りって加賀祭ですよね。面白そうだけど、予算とか場所の問題で難しそうだね。屋根裏の秘密ルートを一部開放するとか、廊下の端から端まで使って人間ボーリングをすれば盛り上がるとか。
長祭は一般のお客さんも来るわけだし。何人ごとみたいに言ってるんですか。兄さんだって一緒になって騒いでたの、私は覚えてますからね。文化祭と体育祭が合体しているなんて。加賀祭に関して決まっているのは教室を使って何か出し物をですね。兄さんたちもちゃんと考えてくださいよ。楽しそうなことを考えるのも結構ですけど、実現しなくちゃ意味ないんですから。知れませんし、みんなで食べるおやつを用意しておくから楽しみにしててね。
仲睦まじく投稿だね。それは良くないな、時坂妹。こういう言葉を知らないのか。唇に悪巧みをと。我々の唇はため息をつくためにあるのではない。常に面白いことを語り合うためにあるのだ。それは杉並だけでしょ。それに憂鬱の原因は主に杉並だと思うんだよね、俺は。はて、何のことか。ニノちゃんの…ちっけえな。エンタメのためには綿密な打ち合わせが必要なのだぞ。そこは心配ない。俺が長年培ってきた人脈を駆使すれば余裕で乗り切れるだろう。却下です、却下。そんな正体不明な案に乗っかることなんてできません。泉先生がもう少し温度を取ってくれれば楽なんだけど、全然期待できそうにないもんね。
入会なんですけどね。実際他のクラスは同じようなやり方でほとんど決まってるみたいですし。頼みますよ、杉並くんの案に乗っかっちゃダメですからね。同志には俺と同じ血が流れている。面白そうなことを目の前にして黙っていられるとは思えんぞ。それでもです。始めるぞ。さて、ついに来週から加賀祭の準備期間に入るわけだが、残念なことに我がクラスでは出し物の内容がまだ決まっていない。確かに決定の締め日はまだ先だ。しかし油断していると時間はあっという間に過ぎてしまうぞ。そもそも不甲斐ないとは思わないか。本校生になって初の加賀祭だというのにこの低たらくだというのは。が、私は。
では時坂妹、あとは頼む。出し物について話し合っていきたいと思います。はい、本物を使ったお化け屋敷を提案する。ここまで。礼はいらんから気をつけて帰るよ。出し物の作りは今日も決まりませんでした。現実的な意見も出たし、そろそろまとまると思うんだ。